今日はみんな知らないは何焼き方を教えてあげますね。見せてます。どうぞ。こちら。こんばんは。私インドネパールカレーラムからギャワチャです。カレーのクークさんです。ギャワさんの。今日はちょっと休憩自体してないしからお客さんちょっと少ないからいろいろこと考えて今日はねお客さんのちょっと何はどうやって作るかなみたいに考えてるから何作るのあの釜見せてあげます。これは何作るの機械です。中はこの辺はガスついてるですけどこの中からガスついてなんかボロノロあるんですけどそれすごい熱いです。この中は何はこうやって引っ張ってこれ閉めると何はできます。これはすごい熱いですね。ちょっと何作ると気をつけてください。本当は家でできませんです。見せないとダメです。じゃあカレーはすごい美味しいです。ちょっと一回食べてみてお願いします。それは人の作り方ね。頭を覚えるまでは本当は大体で1ヶ月で覚える人もいるんですけど、ちょっと自分でやり方だちょっと見せて1ヶ月でできます。作ることはほんとは難しいから何作るは結構時間かかりますね。伸ばせるし中に引っ張るし暑いからの手も焼けちゃうからちょっと難しいから1年2年ぐらいかかります。きれいなん作ると。ナンは8枚で入れます。結構大きいです。ナンの中で広いから8枚でナン作ります。はい、チーズナンもこのトンドルで焼きます。1回でチーズナンはもっと大きい一杯で作り方できますね。ナンは結構多いから8枚だけ作るからチーズナン丸いからちょっと小さいからね12枚くらいでできます。でもナンはすぐできるけどチーズナンちょっと時間かかるね。中作るときは3分4分くらいでかかります。僕もこの辺焼けとしました。今もこの辺で焼けましたからこの辺で結構難しいです。本当はクックさんの手跡です。ナンの手跡。はい、ナンを焼くところを見せてください。これはナンの材料ね、作ってるもの。ちょっと油でやってこんな感じで広くやってこれで引っ張ってるね。引っ張ってこれはナンの中入れ物です。こういうふうになってちょっとこうやってるね。こんなか入れる。こんな感じで入れます。一品は全部閉める。タンは中すごい熱いから、これ閉めるとナンはこうやって膨られるますね。ちょっと見せて、今膨られる。閉めます。ちょっとこれ閉めないと焼く時間かかるから長い時間かかりますね。閉めると熱いから中回るね。熱く回って何はすぐ焼くできます。じゃあすごい膨られます。今これを何の取るものね。すごい熱いから手で取ることできないから。じゃあ何できます。じゃあ外出しますね。これこういうふうにしてちょっと穴
開いてますね。こんな感じで飲んでます。美味しそう。結構美味しいです。すごいいい匂いです。匂い、おいしい匂い。で、お皿に入れて、お皿で入れて、バターのり入れて、こんな感じ、バターのりって食べると、もうすごい、ここまで匂い出ますね、今、バターの匂い、すごい匂いです。すごい匂い、バターの匂い出る。美味しそう。じゃあ食べます。本当は手で食べないといけないから手で食べますので、一つは右は手使ってこうやって食べる人もいるけど、本当は熱いから一つ手でできないから、ポタチョ使ってもいいです。食べます。わ、おいしい。めっちゃいい匂いです。日本にいる人はトイレットペーパー使ってるから左手も使います。大丈夫です。本当です。はい。食べます。本当は絶対使っちゃダメです。おいしそう。みもちゃん、たけちゃん、おいしいなん作ってるから食べに来てくださいね。待ってます。来てください。